福島第一聖書バプテスト教会、大野チャペルの遠系福島第一聖書バプテスト教会は、福島県双葉郡大熊町大野にある、保守バプテスト同盟に加盟するバプテスト系のキリスト教会である。現在は、大野チャペルを拠点として、福島県浜通り地方に4カ所のチャペルを設立し、周辺市町村に向けて、伝道を幅広く展開している。 福島第一聖書バプテスト教会は、極めて伝道が困難だと言われた、過疎の農村部での伝道に果敢に挑戦し、多くの休霊者を起こし数百人規模の大街道を建て上げた、日本国内では数少ない選挙における、成功例の一つである。拠点の大野チャペルの他周辺地域に、小高、熊野、桜の三つのチャペルを運営し、積極的に選挙を行っている。 大野チャペル礼拝は拠点である、大野チャペルを中心に、以下の時間帯にて取り行われている。この他にも伝道集会や各種イベントが、臨時に開催されることもある。各種礼拝には誰でも自由に参加が可能である。巻会は、主任牧師の佐藤明のほか、副牧師と、婦人伝道師がそれぞれ担当している。2011年3月、 東日本大震災と福島原発事故の影響を受けて、福島県内にある各チャペルは一時閉鎖となり、これ以降は礼拝は行われていない。信徒の大半は山形県にある慶泉キリスト教会、その後は東京都にある奥多摩福音の家に集団疎開し、そこで礼拝を行っていた。2012年3月より新街道建設予定地である。 福島県岩き市泉町に移転した。ありがとうございます。